モーネガルム、スウェーデン語、モーネガルムは、スウェーデン出身のバイキングメタルバインド。バンド名は、北欧神話に登場する狼、マーナガルム、コノルド語、マナガーム、スウェーデン語、モーネガルムに由来する。ヘビーメタルバンドとしては珍しく、ドラマーのエリク・クラウシオが、メインボーカルも兼任していた。1995年6レ、スウェーデンの首都近くの町。 ノルテリエで結成。結成時のメンバーは、スヴェンネル・センダール、ヨナス・アルムクイスト、ピエール・ビル・ヘルムソンの3名。結成後間もなく、エリク・グラウジオ、モールデン、マットソンが、加入5人体制となる。結成当初のバンド名は、アンチクライストであったが、極端期間でモーネガルムにバンド名を変更している。1996年には、ファーストでも、バルゴレッサをリリース。 しかし、まもなくスベンネ・ルーセンダールが脱退。イエオル・イ・オスカラディスというボーカリストを起用したり、モールテン、マットソンがボーカルを兼任したりしたものの、うまくいかずモールテン、マットソンも、極端期間で脱退。ヨニー・ラニングとマルクス・アンデが加入して1997年に、セカンドデモ、ユア・ナット・ビンダーをリリース。このデモが、きっかけとなり、オランダのディスプリーズドレコードと契約。 しかし、ボーカリストのヨニー・ラニングが脱退。ビクトル・ヘムグレンが加入。1998年にファーストアルバム、ノード・スタジア・ナンズ・ティド・ソルダーをリリースし、デビューを飾った。同アルバムは、ディスメンバーのプロデューサーとして知られるトーマス・スコグスベリ、を起用し、スコグスベリの所有するサンライト・スタジオでレコーディングを行っている。間を置かずして、セカンドアルバムのレコーディングに取りかかるが、 スタジオのトラブルに加えて、ボーカリストのビクトル・ヘムグレンともトラブルが起こり、レコーディングが数ヶ月間ストップする。結局、ビクトル・ヘムグレンが解雇され、ボーカルをエリック・グラウシオが兼任することになり、さらにスタジオをアンダーグラウンド・スタジオに移すことになる。ファーストアルバムで、ゲスト参加していたヤンネ・リリーク・ビストが加入し、レコーディングを再開。2000年にセカンドアルバム、 オベッツ・バルガーをリリース。2003年にサードアルバム、DDSFRD。2005年にフォースアルバム、ベルデンズ・ティドをリリースする。2006年には、アコースティック・ EP、アーミニス・ HVD、ザ・フォレスト・セッションズもリリースしている。スウェーデンのブラック・ロッチレコードに移籍して、2007年に、フィフスアルバム、バルゴ・ステナンをリリース。 さらにリゲーンレコードに移籍して2009年にシックスアルバムナトベソンをリリース。この後、千人ドラマーとしてヤコブ・ハレグレンを迎える。ヤコブの加入でエリク・グラウシオがボーカル千人となるが、まもなく創設メンバーのピエール・ビル・ヘルムソンが脱退したため、エリク・グラウシオがベースを兼任することとなる。2012年にヤンネ・リリエクビストが脱退し、 これ以降のバイオリンパートなどはセッションメンバーを起用することとなる。オーストリアのナパームレコードに移籍して2013年にセブンスアルバムレギオンズ・オブ・ザ・ノースをリリース。同アルバムはモーネガルムのアルバムの中で初めて英語のタイトルがついたものとなった。2015年にエースアルバムモーネガルムをリリース。同アルバムはルビコン・ミュージックから放題ガツクエオカミとして 日本版がリリースされ、日本デビュー版となった。また同年には、ディスプリーズドレコードからリリースされたアルバムが、ブラックロッチレコードからリマスターの上再発されている。2016年11月、長年にわたり、バンドを支えてきたヨナス・アルムクイストの脱退が発表された。脱退の理由は健康上の問題である。バンドはサポートメンバーを加えて、 ツアーを行うことを発表した。公認は加入せず活動を継続し、2019年4月にナインスアルバム、ホーナルドルシジャーをリリースした。ありがとうございます。